でだろ、朝早く起きてるからかな、かわかんないけど、一日が長く感じる、そんなことを感じた木曜日でした。こんばんは。こういうの爽やかですか、ありがとうございます。こんばんは。あなたはありがとうございます。ね、それめっちゃ思う。日落ちんのめっちゃ遅いよね最近。なんかさ、学校帰ってきて最近は課題をやるっていうルーティーンがあるんですよ、えなには。でそのルーティーンでだいたいあれなんですよ、日が落ちる時間がわかるんですけど、今日はちょっと失敗。音符ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。なんだっけ、え、それな、6月なのに暑すぎる問題はマジで解決した方がいいと思う。いや、なんかさ、6月って今までこんな暑いの？明日32度かなんか言ってたよ。なんかもうさ、いろいろと心配よね。この夏絶対40度いくと思う。えな、だからもう暑いよ。ぶっちゃけ異常やっぱり。なんかね、もうね、半袖のなんか服が暑く感じるっていう、もう異常なことが起きてるんですよな。え、そう、32度らしい明日。さっきニュース見てた。そっか、梅雨なんか、梅雨来んの今年。でも雨降られるのも嫌なんだよな。もう今年の夏50度とかいっちゃうんじゃない、もうどうすんの、パタパタ倒れちゃう。なんかさ、暑いじゃん、もうなんかすごいね。50度はない、そう、ごめんごめんごめん。いや、なんかさ、本当になんか暑さってさ、体力のね、いつもの2倍は取られると思う。なんかすごいと思う。なんか暑さって無敵だよね。なんかさ、暑くていいことってなくない？エナにはそう思う。誰か暑さのメリット教えて。エナのデメリットは日焼けをする、疲れる、なんか暑い暑いって気持ちになりたくない。ハート、ありがとうございます。ビールがうまい、それは知らん、それはやな、まだわからん。アイスがおいしい、まあ確かにそれはそう。女子が薄着になる。あ、肌見せ効果ですかこれは。まあ確かにプールに入りたくなるわそれなって感じ。水風呂したことないね。風邪ひかない、えのね、年中風邪ひかないタイプの人間だからね、いつでも行けるよ。でも長めお越し、まあ、いいか。こんばんは。
まあメリットはあるんだろうけど、あーそれはある、サンダル履けるは嬉しい。いやなんかさーね、あーでも夏はさ、あの昔なんだっけ、夏バテじゃなくてさ、夏バテか、夏バテがあったから夏は痩せると思ってなんか好きだったよね夏昔は。なんか今別にさ、もうさ夏何も思わなくなったけど、なんか昔ってさ夏バテすごかったよね。私やばそう、それこそお米が美味しく育つ、それは良かった。でもお米ってあんま食べんくない、白米。いや嘘、エナだけかもしれない。みんなたくさん食べますもんね。エナの好きな季節は秋です。これはもうこの前決まりました、秋です。めちゃめちゃ食べるのか。エナお昼だけかもしれない食べるの。お米、お弁当にお米が入ってる。えなは朝はパンだし、で昼は弁当のあのなんだっけ、お米ちゃん。夜はご飯全く食べない。アイスありがとうございます。そうご飯を食べないんです、夜は。本当ありがとうございます。いやなんかさ、あれじゃない、なんかさ、えなもともとお米がそこまで大好きっていうタイプの人間じゃないからかもしれない。絶対いると思うよみんな、うん、お米そこまで好きじゃないって人。いや昔からね白米が好きじゃなかったんですよ。何食べてる、おかずを食べてます。今日はなんか何食べたかな、シューマイ、ママが作ってくれたシューマイを2つ食べた。あと麻婆茄子ちょっと食べて、あとなんだっけ、卵焼きの一かけらと、一なんていうの、一菌みたいなの食べて、であと何食べたかな、今日そんぐらいしか食べてない。あ、お米作ってます、それはごめんなさい。でも家族は、家族みんなお米大好きな人だから嬉しい。え、そういうのも昔からふりかけがないとご飯食べれなかったんだよね。え、そうそうそう、なんか夜お米をなんで無理やり食べなきゃいけないんだろう思ってたの前で、別に食べなくてよくねってなって、痩せるしいいじゃんと思って食べなくなった。おかずの方が美味しく食べたいって思っておかずを食べてる。カレー好きだけど、カレー好き、なんかね食べ合わせがあったらいいの。牛丼とかも好きだよ。バランタハートありがとうございます。牛丼って美味しいよなって話前もしてたよねっていうのを思い出した。なんかさ最近さ本当にさ、うん、松屋のカレー食べてないですよ。なんか最近のボバベを見ていただいてる方は分かると思うんですけど、なんかさ写真の角度を変えたじゃん、あれ三脚しながら、三脚立てながらっていうのカメラで撮ってるんですけど、三脚がぶっ壊れてさっき
なんか外れちゃったんですよ。だけど無理やりはめたら、あ、折れちゃった、またほら折れたんです、さっき。え、見て。だけどなんか無理やりはめたらはまったの、さっきね。だからこれをずっと使い続けたいと思います。のだやな、この壊れた三脚でいつまで持つか。さすがクラッシャーとか言わんで。クラッシャーなところは多々あるけど、え、でもねこれね割と使ってない、なんか放置してたの。一時期これでずっとショールームやってたんですけど、そうだけど買いました、2個目。これしかも2台目なのに壊れたっていうね。さすが破壊神。もうなんか最近なんていうの、自撮りっていうの、こうやって手で持つ自撮りをするのがなんかもうめんどくさい、めんどくさいっていうか、なんか重たくなっちゃって携帯が、なんか持ってんのに疲れちゃって、置いてるのがさ楽すぎてさ、楽さに気づいたよね、この三脚の楽さ。だからエナは前日分にため撮りをしてっていうのを最近やってるよ。ハートありがとうございます。なんか三脚の方が綺麗に撮れる気がして。おお、なんだっけこれ、あ、ミラーボールだ、そうだミラーボールだ、ありがとう。そう、服装でわかる。てか最近さマジさ、ずっとさもう楽ちんな格好が大好きだからさ、楽ちんな格好ばっかしてんの。もうそろそろさちゃんとした服着てショールームやろうと思って服見てたの今日久しぶりにね。そしたら夏服かわいいのいっぱいあったよ。ちゃんとした服はあの握手会とかで着るような服、 T シャツっていうか、なんていうんですか、割と、ね、高めのやつ、値段が高めのとか、なんかあこれをなんか家の中で着るのはなって思うものは着ないようにしてるんだよ。なんかさもうさ、楽ちんっていう言葉をさ覚えたらダメだよね人って。なんかもう楽ちんって言葉を知ったらもう人ってダメになるよ多分っていう、ダメ人間、女子力上げて、それな、本当にそれな、そろそろね頑張んない、頑張っていい、いい感じの服を着なきゃいけないんですけど、ちょっともうちょっと時間がかかるみたいですね。白ピンクかわいい、ありがとう。そう白ピンク、なんか最近割とさ色いよな、色味が多いもの着てるよね。なんていうの、夏の方がカラフルなんかな。お、ミラーボールが回っておる、くる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 、ボーン。昨日白でしょ、だってこの前紫着てたじゃん、で黒着て今日ピンク、この前白着て茶色で紫着てっていう、なんか最近いい、あ、また外れちゃった、いい感じのルーティーン回ってるよ。茶色の、茶色のじゃない、色味の。
え、なんかわかる、夏っていいよね。あ、いいとこ見つけた。なんかいろんな、なんか明るい色が着れるし、夏ファッションは楽しめる気がする。なんかさ、なんか冬ってさ、どうしてもさ黒っていうイメージじゃん、絵の中でね。もう茶色か黒みたいな、茶色黒白の三択の気がする、冬って。絵の中でだけどね。音符バラありがとうございます。でもなんか夏って平気でカラーもの着れるよね。いいとこじゃん。え、わかる。冬ってコート大事だよね。コートね。でもなんか着回ししちゃう。でも結局どうせ黒とかに落ち着いちゃう気もするけどね。カラーもの着たいっていう欲はあるよね。でもね、欲だけっていう、欲で生きてる。でもなんかさ、この家にいる、家にいるっていうかさ、なんていうの、お出かけとかしなくなってからさ、そこまで物欲が湧かなくなった。なんかもともとさ、そこまでさ物欲強い人間じゃないんだけど、わかる？同じ人いるかな。あ、これ欲しい、あれ欲しいって思いがちだけど、最近エナのあの中で無駄遣いをしない基準があって、迷ったら買わないっていうのをちゃんと決めてる。わかる？この気持ち。あれ、コメントがずれてるぞ。なんかさ、ああ追いついた。なんか買い物ってさ、 いっぱいもう失敗したからさ、買い物でいらんものばっか買ってたから、一時期ずっと。だからもうなんか迷ったり忘れたりするのはもう買わないって決めた。え、衝動買い本当にね、あんまおすすめしないよ。え、でも衝動買い人間だった。なんかお財布にお金が入ってれば使っちゃうみたいな人間なのは。だから一日で爆買いする人間だし、なんか欲しくもない人間、欲しくのないものをめちゃめちゃ買っちゃう人だった。本当に、そう、本当に欲しければ迷わないって思ったんだよ、エナも。カードってダメだよね、そういうとこで言うと。カードって難しくない？だからの絶対現金派になるかもしれない。なんか楽なんだろうけど、カードの方が。だからエナはなんだろうね、どうしたらさ、何、節約家になれるんだろうね。ポイント貯まるの？でもね、ペイペイもポイント貯まりますよ。楽ちん。あれもキャッシュレス、キャッシュレス決済いいよね。でもさ、あれらしいね、カードってさ、なんだっけ、どっかの国の子供はカード持ってるんですよね。なんか子供の頃からカードを持ってて、お買い物する時もカードを
使うらしいので、なんかそれで教育してくらしいっていうのを聞いたことがある。なんかすごい頭いいよね。なんかそういうことしたらさ、将来を上手にお金が使えるんだろう。500円玉貯金は割と貯まると思う、エナは。カード国。いや、音が流れちゃった。貯金しよう、それはそう。だからエナも貯金をしなきゃと思って500円の貯金始めた。だからなんか欲しいものが今あるんだけど、それのために貯金をしてる。500円の貯金で貯まったものを買ってる、買おうと思ってる。ナイスとハートありがとうございます。何買うと思う？なんか割と手の伸ばせないものが欲しいなって思った。正解はカバンなんですけど、そう、なんかカバンが欲しくて。とうとうありがとうございます。カバンが欲しくてずっと、だからなんかママに欲しいってずっと言いまくってたら、自分で買えないよみたいになって、じゃあ貯金しようみたいになって、貯金したお金で買おうと思って今頑張ってるけどね。なんか頑張ってさ、貯金しようってなった時に限ってさ、そうやってさ外出なくなっちゃったからさ、バラありがとうございます。そう、ちょっと高いめのやつが欲しくって、いや多分みんなが思ってる以上にはいかないけど、なんかね、そう、カバンもいっぱいあるんだけど、なんか考えたらさ、いっぱいあるよねって思っちゃう。あなたもありがとうございます。でも今のうちだよ、貯金はって思っちゃう。でもやなね、2万かな、それぐらいしたカバンをママに買ってもらったんですよ。いや、そんなしないわ、嘘、5000円かな、1万ぐらいかな、わかんないけど、それぐらいのカバンをなんか使ってて、なんかさ、斜め掛けのカバンって、その横が思いっきりぶっ壊しちゃった。またぶっ壊し、またじゃない、ぶっ壊したから、なんか高いカバン買うの怖いんだよね、ちょっと。そう、壊れたことを考えるとね。10万円はママにあげますっていうか、うん、ママにあげるというよりかは、うん、ママのもの、ママとパパどっちかが使ってくれるでしょ、何かに。うん、預けるよ絶対。っていうかさ、なんだっけ、今話そう、あ、そう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 、
なんか聞いたし、今日学校ね、なんだっけ、この握力測定したの、なんか30目指してて、なんか30とかになるとさ点数高いじゃん、ああいう握力系って。だから頑張って30行こうと思って本気出したの、そしたら26だった。去年と変わってなさすぎてさ、びっくりしちゃったよね。でさ、友達とさ競ってて、友達の見たら37でびっくりしたよね。いや聞いてほしい、去年はみんなでこうやって握ったら握力が100いくんじゃねって思って、単純に考えて、で思いっきりみんなで握力計握りつぶしてた。けどね、100って無理だね。行かなかったよ結局。100行く人いるのかな、握力。羨ましい。なんか結局50ぐらいで終わったのかな。今年もやろうと思ったけど時間なくて無理やった。割と8人ぐらいで握ったのに全然いかなかったよね。人間の最高190なの、すごすぎん。それはでもなんか普通の人ってさどれぐらいなんやろうな。でも20あればいい感じじゃない？いやそれな、8人で握ろうと思ったのがすごいよね。やっぱちょっと頭がパラダイスしてた、その頃は。ということで、もうすぐでお時間の時間がやってきますね、というものもあと5秒で59分になります。明日金曜日じゃん、もう終わりよ1週間が。素晴らしい、嬉しいよって言いつつも土曜日もあるんで、なんとも言えないんですけど、今日も課題をやって寝たいと思います。課題が終わるまで寝るまでを今日はしたいと思います。なので皆さん応援の方よろしくお願いします。ということで頑張りましょう。またね、バイちゃんもバイバーイ、またね、花束ありがとう。